さて、フラフラします。なんかわかりそうなものないかな。なんかでもあれだよね、唯一解けたところもそんな難しいことやってないんだよな。これ降りてみる？まあそういうのじゃないでしょ。なんかパズルをちゃんと解いてねみたいなものだと思う。このエリアって変なカウントが聞ける場所でしたっけ？そこ行ってないね。あ、ここでカウントが聞けるんだっけ？0062。まあ、いつかとこ、ここよ。ここから降りるとどうなるのと。この辺までまだ、まあ、わけわからんところにわけわからんヒントとかあるかもしれんね。ここがこうやって降りることができるような作りになっているっていうことが怪しいのよ。これ以上行くと滑らない。下ってます。あ、もう落ちてる、落ちる。何？向こう側にがあれがあって、下に降りるとまた戻るんですよね。このエリアだけの謎解きみたいなものは、あの数字、カウントぐらいか。で、このエリアはこのエリアで、光が、あれ？光の向きがリセットされちゃった。そうなんだ。しかしですよ。これを止める方法を見つけないといけないのかな。これが一旦起動しちゃったら、これだよね。もう歯車が動いてるから、歯車をぶち止める。あ、これだ。それだ。それで全部照らそう。ボイーンって鳴ってればいい。ボイーン。これでいいんだ。これで上に向かってライトが出ているので、これはこれでもう完了っていう感じ？入り直してみて。おう。ああ、じゃあいいんじゃないかな。ここ何もなかったんですよね。何もない。そんなことある？このそれぞれの部屋の色とかが意味を持つ日が来るかもしれない。
水ね、ここは溶きたいね。ちょっと待ってね。この形にヒントがあるの。これを、あ、そうか、この形のみを成り立たせるように、ボタンを踏めばいいんじゃないのかなと思いました。だけど、上下左右の方向がよくわかんないので、なんかそこをスタート地点から見てっていう風になるのかな。ここはスタート地点とする。落ちた。落ちたので、全部わかんなくなった。あそこはむしろ出口。いや、これあれだな。どっちから入ってもいいんだから、どっちがゴールかよくわかんないんだよね。いろんなマークを見ていって、例えばこれがそれだとすると、これ踏んで、これ踏んで、これはいらない。これは欲しい。これはいらない。これも、これ欲しい。いいじゃん。なるほどね。それで真ん中に行くことができて。あ、あれか。下の水が、なんかすっごい流れるようになったのか。なんで？あ、やべ。なんかこの、溶けたから、どっか進めるとかそういうものではないんだもんね。あくまで、中心に、戻って、4つ全部アクティブにして中心に戻ればいいというだけであって。これはこれでいいんだと思う。いいんだと思う。思いました。このエリアは謎が一つあって。なんかこれも特定の順番で、アクションするのかな。そこはそこ。特に何かが映るという感じではなかった。問題はこっちではなく、これこの辺にもう一個ないのかな？対称な形にしてはなんかめっちゃいびつ。何これ？めっちゃいびつ。どっちから来たんだっけ？どっちから来たんだっけ？これか。これね、これに該当するような場所結局見つかんなかったんですよ。なんだったんだろう、これ。わからぬ。わからんけど、緑色の部屋？そこにどうやって行けばいいのだ。開いた。落ちしかできない。まだ4つ解いてないもんね。このまま落ちるのは、それはそれで、なんか繋がっちゃった。それはそれでだね。これが？ボーンじゃなくて。あ、ここ開いたんだ。ここが開いたからさらに下に降りることもできてしまう。できなかった。なんだこれ。あ、もう戻せないということは、これはやってよかった作業で、今後こういう棒を押すようなことをやらされるのかもしれない。ここ、テクスチャーが透けてるね。
ほんまにね、かなり昔の作品やねんから、結構この辺のテクスチャーも重くならない、本当に、おう。なんか音聞こえる。聞こえるけど、あそこのメロディーとはちょっと違うような。普通に下に降りちゃったけど大丈夫なのかな？これは一体？光を反射するもの。これを動かせない。なんかの力でこれが、これは時計なのかな ?1,2,3,4,5 だわね。今1なんですよ。これをどうしようかな。何らかの方法で5にしたいのか。はたまた。とにかく、コントロールでき、あったね。これはあれじゃん。棺の中の人が見ていた夢じゃん。なんかコントロールパネルみたいなのがどっかにあるんよ。あ、これを押すと？ちょっと想定外だった。なんでそっち向くんだ。3でそっちを向くの ?1,3,4,4 これはあくまで、あ、違うな。角度だと思ったけど、これは照らした先に何かを置きたいわけでしょ。あそこで照らしたいのかな。そう。どっちに光を持っていきたいのかがまだ定かではない。から。上行きてえ。上行きてえな。目的を、まずはしっかりと見たい。まあ、そうか、下のコントロールと、首の傾きのコントロールがあって、まあ、あそこに光を差し込むのが多分ベストだろうな。ということで、下の角度は、あの、3の場所にやりたいんだから、3はこれ？これはこれでいいわけですよ。で、あとは、首の角度なんだけど、首の角度に関しては、ヒントがないので、1,2,3,4,5 以外の、何かを。ああ、でもこれは6の場所まで行ってると思っていいの？ああ、その角度だったら、違うのかな。いいね。あ、やべ。はあ。あれ何？あそっから来てんの光が、そもそも。あそこのあれが何だかわかんない。あれをはっきり見たかったけど、よくわからん。成功したところには光がこうやって見えるようになってるみたいですね。パーティクルが。これはこれでよかった。これはこれでよかった。は？え？は？あー、ここが溶けたから、こっちに、え？溶けたの？やり残しめちゃくちゃあったけど。でも次の、これは目的地の塔だよね。
なんか塔に行くことができるようになったっぽい。遠いな。え、そんな？あれかな、なんか、シークレットエンディングパズルなのかな。ああいうのを道中でちゃんとやってこないと、最後にバッドエンド、みたいな。雰囲気はめちゃめちゃいい。ほう。ああ、このパネルあったね。ほう。このマークをメモだけはしておこう。ワールド1クリアみたいな感じなのかな、もしかして。ある場所から見るとぴったりはまる。はまるけど。よかったな。よかったのか。ああ、なるほど。ほうほう。これはこれで繋がっていて、向こうにも行けるし、こっちにもあると。え？あっちにもあるね。わお。あ、今のってクリックしないと取れないんだ。なんか見つけるだけじゃなくてクリック必要なんだ。で、あるけど、登れない。さて、向こうに行くか、このまま行くか、こっち行ってみようか。こっから来たんだっけ？こっから来たんだわ。じゃあ、あっち。これ意味の、ありそうな、台ですね。やった。音が鳴ってる。ここもまた固有の音が鳴ってるやつだな。メロディーだ。が、そもそも最初のメロディーの答えもよくわからなかったので。とりあえず行って、ん？なんか書いてましたっけ？もしかして。ああ。1,2,3,4,5。1,2,3,4,5。5個。メロディーを5個、何らかの順番で書くか、どっかの何らかの形をこの星座で表現するみたいなやつ。ここにあるオブジェクトが何らかの順番を暗示している可能性はある。
なんか今までに来たステージの順番とか、来たステージの順番なんてわかんないしな。謎が今謎のままだから面白い。だけど、なんかクリアしなくても進めちゃうのが、どうなんだろう。ちゃんとやり込めば、それだけの見返りはあるんだろうけど、解けなくても先に進めたりするから、あれが必須の謎解きなのかどうかはよくわからぬという感じだ。このエリアは、これをなんかアクティブにしてあげたい。そうすると、あ、まあ、まずはマップを見なきゃねっていう感じだね。プシューじゃないのよ。なんでプシューなの？何の部屋？3×3。石。動くね。動くねえ。動くねえ。下に4箇所なんかあって。これ降りる？これは降りない。微妙に段差があるので、弾。石にぶつかると反射する。どこに持ってきたいかって、ここじゃろ。ここに弾を入れたい。ので。該当するような道を作りたいね、と。これ押したら押したで滑るの嫌だな。この下の、あの、ここの位置に岩を置くので終わりなのかな？弾はそっから出ます。弾こっから出て、カン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 みたいな感じでしょ。まず最初に、ここに当たる、ここに置いてみようか。置いてみて、これ置けてるかどうかわかんねえな。置けてるかどうかわかんないし、確実にこれ弾通りすぎるない。ほなちゃうか。弾がさ、岩と真正面でぶつかって、その後にそれがどっちに曲がるかっていうのは、もう固定なのかな。微妙な、なんかブロック崩しみたいな角度で調整されるのかな。これが今ここだから、もうちょっと右で、で、ぶつかるから、ぶつかるから、これでいいんだよね。これで、ここでぶつかってこっちに来たんだとしたら、これを、ここでぶつかるようにして、そうすると、これがこっちに来ると、すると、こっちで、ここの線、ライン上でぶつかるようにしたい。ラインの場所忘れた。ここね、こっちだ。ここでぶつかると、そっちに行って、これが、こう。ほんと？
なんでや。それにぶつかって、こう来て、ぶつかる場所の、なんか、微妙なのあるのかな？今ここ、あ、ここにいて、ここにいて、そこからそっちに曲げる。だから、このマス目内で左側にいた方がいいとかなのかな？わかんないですよ。わかんないですけど、だとすると最初がおかしい。最初にこっから打ち込まれて、ここでなんで右に行くのかがわかんないとわかんない。ここで左に行く方法を編み出せれば、他のところも全部いい感じにできる。じゃあ違うね。この石は右に曲がる。あの石も、とにかく石に曲がったら右に曲がるものなのだとすると、これはまずまっすぐ飛んでいって、一番奥にぶつかる。奥にぶつかってから、ぐるっと回って手前に来るようにするみたいなやつ。なんか、せめて右に曲がりますみたいな印があってくれれば、この試行錯誤いらないかったな。石にぶつかると右に行き、こっから右に行って、ここでぶつかってこっち来て、これにぶつかってもう一回右に行って、これもここまで細かい単位で動かなくてもいいけど、ここでぶつかってこっち来て、でこっち側であのあそこに入るように、この辺これでいいんじゃないのかな。何？上のフロアのことよく知らないんだけど、これはいいのね、いいのね。これで上に何があるんだ。登らして、この岩は貫通するか。ダメだ。これはこれで、じゃあ色ついてる。
色付きの石が出荷されている。なんでだよ。あれが言ったことで、一つ塗られてるよね。ここはじゃあ三つやることがあるのかな。で、このエリアが、ハブ。とすると、ここはここでまた解くものがあるはずだ。ということですかね。通れないと。そんな。真ん中のが解けてここに来いっていう感じなのかな？じゃあ。ここに二つ道があった。知らないエリア。こう落ちるんだよね。落ちる落ちる。これを乗っていきたいんだと思うけど、これは下り専用。こう来て、知らないところだ。まずあれをやる。やべ、落ちた。まずこれをやって、この辺りなんですけど、この辺りなんではありますけど、ここで離れ始めるので、かなりでかい。まあ、光るものが出てきて、そしてそれを操作して、サイズを変えるのかな？何を？あれに対して、
なんかの方法でなんかするんですけど、これは何を意味してるんだろうね。どこで何が塗られるかを見た方が良さそうかな。これ不正解って言ってんの？あれが全部黒くなるのではダメなのか。一回押したらダメだから、やっぱ四つの押し方の通りっぽいですよね。で、上、下、下、上。これは合ってるみたいね。なんで？なんか黒くしちゃいけなかったみたい。黒くしてるのに。こっちは黒で OK なのに、こっちは黒じゃダメなんだって。わかんねえ。ともかく二つ目？クリア？こっちの部屋が OK なので、なんかあった今。まあいいや。まあいいや。多分今までもう散々見逃してるだろうから。じゃあ、次はあそこに行くのかな？とりあえず今回こんなところでいいかな。ここに来ちゃうのか。これ解かないとダメ？これを解かないと、あと一つでしょ？あと一つ。まあ、このエリアか、他に入る場所がないのなら、上のエリアはなかったし、下のエリアは、どっちかがエントランスでしたよね。知らんとこ。え？知らんとこ？いや、なんかある。なになになに？フロアが変わった？知らんところだ。じゃあこれを解くんだろうな。とりあえずじゃあ今回はこんなところまでにしましょうか。